こからけの。何にも分かんない。5、6人前だよ。ピンクちゃんに電話かけていいかな、これ。俺、ピンクちゃんが LINE ないんだけど。俺やっぱ、好きじゃないのかな、ピンクちゃん。ピンクちゃんが LINE 2日返ってこないんだよ。ピンクちゃん。2日帰ってこないってなんか、俺のこと好きっていうかまあ、恋はないのかな、ピンクちゃんは。2日帰ってこないって思う。だって2日、いや、彼氏いるけど、彼氏とうまくいってないんだよ、ピンクちゃんって。彼氏とうまくいってないから、聞いたんだよ、俺も。彼氏いて会っていいのって言ったら。でもピンクちゃんは、まあ、あんまうまくいってないんで、何言われても文句言われるんで、よっさんに会いたいです、みたいな。ピンクちゃん。いや、彼氏いる、ピンクちゃん。だから、17日に、その、遊ぶっていうか、飯、一緒に飲みに行こうっつって。で、そしたらいいよって言うから、叙々苑予約取ったんだよ。ピンクちゃん。まあ、わかんないな。ピンクちゃんはどう考えてるのかわかんないけど、俺のことは。LINE がないからさ、ピンクちゃんが。いや、ピンクちゃん手帳持ちじゃないでしょ。クルちゃんよりピンクちゃんの方が可愛くない？え、どっちが可愛いと思うんじゃん？ピンクちゃんとクルちゃんどっちが可愛いと思う？ピンクちゃんの方が可愛いと思うけどね。うん。ピンクちゃんの方が絶対可愛いと思うけど。クルさん可愛くないじゃん。ピンクちゃんの方が絶対可愛いって、クルさんなんか。だって俺ときめかなかったもん。クルさんの時は全然ときめかなかった。ピンクちゃんは、なんか、ドキドキするんだよね、考えたら。心臓が。で、LINE とかも全然返ってこないな。なんで返ってこないなとか、いろいろ考えちゃって、うん。ピンクちゃん。肉入れるか、肉。肉買ってきた、肉。これは、茨城県産 SPF 豚。SPF 豚、豚肩ロース切り落とし。
これ牛肉だね、うん、あともう一個ある、豚ももしゃぶしゃぶ用茨城県産 SPF 豚ね、国産の SPF 豚って何のこれ、 SPF って何の略なんだこれね、茨城県産 SPF 豚しゃぶしゃぶ用ね、これ買ってきた300円、SPF 豚って何なのね、これを。これちょっと汁入れすぎたから、汁多いんだよ。1個でよかったか、これ。汁1個で。これ2つ入れない方がよかった、これ。まあ、いっか、もうやっちゃったから。2つや1入れすぎたな、これな。1つでよかったよな。2つちょっと。入れすぎたよな、これやばい、これ溢れるんだよ、これ。こっから、このね、この具材とか入れたら、これ。一つでよかったんだよ、これ。なんで二つ入れちゃったんだよ、これ。もう入れ、なんでやったんだよ、なんで教えてくれないの、二つ入れるな、みたいな。もう噛んでこれ溢れるじゃん、もう。親父、あれ寝てるよ、親父も。みんな花火くれないの？花火。もう花火ないの？酒飲んでるよ。な、眠くなっちゃう。寝ちゃう。まあ、よっしゃ。よっしゃ、今。うん。よっしゃ。